はい、皆様どうもこんにちは。第2回ポケモンプラス信長の野望をやっていきたいと思うんですけど、まあね、前回は最悪の結末まさかのセーブが上書きできないっていうバッドエンドになってしまったわけなんですけど、まあ一応元のデータまで戻しました。あのね、最初の方に気づいてよかった。ポケモンね、あれだけ不親切なんですよね。まあ誤ってデータを消さないためとかそういうあれだと思うんですが、で、青葉の国から今度水タイプのね、この超速壁のところに行くっていうところで終わっていると思うんですけど、草タイプがね、全然いない。まあ、よってまたね、ここに侵略していきながら、まあ、俺のね、新たに加わったダルマッカとかを皆さんにお見せしたいと思うんですけど、どうしようかな。ちょっと思った以上にこのゲーム面白いんだよね。やり込み要素みたいなのがいっぱいあって。あ、待って、おい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 、見てください皆さんこれ。マスキッパえ、マスキッパ強そうじゃね？トレーナーごと、なんだあのジジイ。え、門面があんなジジイに使われてんの嫌すぎる。ちょっとここを侵略してみますか。で、6人いるので、まあ、その代わりね、あれ、ヤナップ、前のデータだと捕まえていたんですけど、こっちのデータは捕まえていないっすね。さてさてさて。いや、もうね、6体いるんで結構強いですよ、うちのパーティー。で、戦闘速度とかを速いにしてるんで、若干前よりもスムージーに動いていきます。さあ、クルミルが野生のやつか。このクルミルマジでうぜえからな。で、あれね、マスキッパに対してこのダルマッカーなんと40に強っ。こうやってね、助走っていう特性のおかげで1マス相手いても相手に届くっていう、しかもパワーバカ高い。はい、こいつをこのままヒヒダルマにして使いたいぐらいだ。まあそこはダルマッカー一体どうにかなりそうだから、こっち側攻めますか。クルミルミラーしとく。お、え、これクルミルにクルミルって、あ、ちゃんと弱点になるんだ。なんかポケモン GO とかと違って4倍弱点とかあんのかな、しっかりちゃんと草タイプと虫タイプの技両方覚えてくれないとクルミル次のあのフィールドであんま意味ないんで、しっかりとした草タイプを捕まえておきたい。いや、門面強いのかな、あんま強そうなイメージないんだけど。でも、まあ、いるに越したことはない。なんだ、あ、スイート、あ、弱っ。スイートルか。いや、いくら今一つといえど、これ弱点でもだって、はっ、あ、あいつ、浮遊だ。え、マスキッパの浮遊とかいう、くっそ意味ない特性、このゲームだと強いやん。ちゃんと空飛んでて笑った。まあ、浮遊いらないランキング、ロトムの、あの、ロトムじゃない、あいつ、スピンロトムスピンロトムの次ぐらいにいらないんですけど、こいつそもそも地面半減だよっていう。本作では強そうですね。そもそも進化方法が今のところ分かんないんで、このゲームマスキッパみたいに進化してない最初からステータス高そうなポケモンは強いぞ。あ、しまった、これ EV チャンスだったのに。 EV で2回行動するべき。あ、ステルス、え、あれ、もしかしてこのゲームって特性2つある？ただでさえ知らない特性持ってるのに、みんな草の衣じゃないやつ持ってるやん。ステレス、うざ、やばい、これ早く倒さないと仲間にならん。でもなんか弱点ついたら仲間になりやすいとかは書いてありましたけど、どうなんでしょうね。え、ちなみにこれシャカリキって EV の、あ、待って、死ぬドサクサ、痛い、ドサクサに紛れてなんか殴られた、やばい全体攻撃。おい、こいつら雑魚のくせに強え、一丁前に。耐えた、ギリギリ耐えて。うわ、なんかこのゲーム、鬼畜縛りとかしても面白そうですね、なんか。ステルスやめろ。よし。死んだら使えない縛り。さあ、シャカリキで。シャカリキの状態でお前殴ったら、あ、でも知らない。ってなったら、上に攻撃してきますか。まあ、全員が全員仲間になるわけじゃないと思うんで、とりあえず優先はマスキッパかな。やっぱギリ知らないな、これ人影の方が確か火力高いんで。人影で22、 OK。 さあ、これでとどめを刺していき、3人仲間になったらそのまま超速壁軍に行くぐらい。竹吉、あんた強えな、乾杯だ。こいつ草タイプのくせに首元に怒りがついてるのは何なの。これ超速壁の回し者とかじゃない、裏切り者じゃねえだろうな。さあ、こいつも焼き尽くして。仲間の制限ってあんのかな、何体までしか仲間にできない。テルモト
めっちゃ待ってや、アイテムが落ちすぎている。どうせ殺せないので一旦アイテムを回収しながら、金、金からの何かの破片ってなんだ。おのおのね、まあ、モブ武将でもスキルが違うんでいらねえなこの武将だけは。でも何した、しかもこいつの今のスキル何、何にも出なかったけど効果。やっぱ空飛んでるやつ一人でいいから欲しいな。よし、これじゃあもうとどめさせに行っていいでしょう。あ、これ味方焼けるの。え、なんかそういう戦法を使うとき来るのかな。味方攻撃してわざと猛火発動させるとか。死なない、よし。いや、こいつ手こずったから仲間になんなそうだけど、まあジジイだから仲間になんなくていいや。いや仲間になったわ、多分仲間になったわ俺。あ、でなんかこのリンクっていうのが体感的にレベルなのかな。だから今イーブイが30レベで他が24、23、21、22、19みたいな、それって考えたらしっくりくる。序盤だし。何かの破片、あ、ショップで売る系ね。うわ、全員スカウトできる、まあ、マスキッパはどう考えても欲しいけど、他のスイートの組強いのかな。マスキッパかっこいい。まあまあまあ、ジジイの方が戦力しかも高いんだよ。マスキッパー全員戻ってきますか。これでいけるかな、超速壁軍。ありがたき幸せ。うわ、武将がいっぱいです。やっぱいっぱいになるんだ。どの、はあ、待って、ちょっとお分かるじゃない、お分かるじゃない。違う城に行かせればいいのか。初めの城とかに全部ぶち込んだけど、これこれでいいのか。よし、で、ちょっと待ってよ、パーティーを変えるために一回、いい、あれか、自分の城に行かないといけないのか、こういうのって。まだいる、ちょっと一応見るか。武将がいるときは見たい。え、このさ、黄金のなんかマークついてるやつ何なんだろう。来る見る、ちょっと気になりますよね。しかもヤナップいる。他のところは あれかな、主人公と仲間になるやつみたいな。でもあれ武将にもついてたからよくわかんないです。とりあえず移動して、移動、こいつらをこっちにして入れ替えとかは、あー、できる、よし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 。じゃあ、まあ、炎タイプは次役に立たないと思うので、こいつら3人をここに入れておきましょうか。で、なんか武将入れとかないと攻め込まれることがあるらしいんで、先にこうしておいて超速壁軍に勝てるよな。行こう。言うて最初の敵だし。泉は水タイプのポケモンが多い国。でこれ突然思い出したけど、前回あのサイカマゴイツとネネが好きって言ったと思うんですけど、あいつも好きだったわ。あの森蘭丸も好きだった。森蘭丸どういう存在なのかいまいち理解、あいつちゃんと実在したあれなのか分かんないけど好きだったな。どこから攻めますか。青葉から。あ、これであれか、向こう側の自分の拠点から行くと、さっきの炎の3人が行っちゃうのか。ま、負けられないんです。勝利を使い取ります。頑張るぞ。ポッチャマってか、これ、こういうさ、元地下みたいなさ、普通の武将をどうやって仲間にすんの。ほう、お前が MK や。初めの国に新たなリーダーが立ったとは聞いていたが、出会うのは初めの国の戦場とばかり思っていた。こいつは、あれ、ちゃんと三味線持ってる。バサラは怒りでなんか男前な感じだけど、こいつは確かね、戦国無双2のなんか番外編みたいなあれで出ましたね。明智光秀の娘とかと一緒に、前田利家とか。エンパイアーズじゃなくて、なんて言うんだっけな、ああいうの。俺それで初めて戦国武将やったんですよね。6体だけ新キャラがいてみたいな。柴田勝家もその新キャラだった気がする。感じるか、俺たちの響きを。てか信長の野望って戦国無双とあれなのかな、同じ会社が作ってんのかな。ほとばしる水の魂受けてみろ。あまりにもキャラデザが一緒なんだけど。おい、なんか勝手に動いたぞ。うわっ、水攻めしてる。
水門が開いた。まあでもこれさ、マスキッパ冬だから関係なくない？なんですかあれは。水が流れ込んできました。このままだとただ敗北への時を刻み続ける。残りのターンがゼロになると、いやこれね、陣地全部取らないと。あ、でもここには陣地ないのか。相手を倒しても負けになるっていうクソゲーだから、それだけは避けないと。門面とか浮いてるけど無理なのか、行くこと無理そう。マスキッパの武将スキル目力命中力アップ強いのか、このゲームにおける。全員の移動速度上げるやつとかあったらね、めっちゃ便利なんですけど。門面はやっぱいけないか。エルフーンとかどうやって進化させるんだ。石とかもらえるのこれ。黒く激しい涙だから長さへ消える俺ではない。俺は抗い叫び続ける。超速代元近って何した人なんだろう。戦国時代における、なんかあんまどっかの軍に属してるイメージないからさ。はあ、それでそっちがいけないのか。ただマスキッパさんなら余裕しゃくしゃくにいける。でここの水門を押せば真ん中が通れるようになる。これ普通に飛びか、あ、めっちゃいけるやん。門面の移動距離すごいね。よし、攻めろ攻めろ。普通にこういうタクティクスゲーム好きなんですよね。うまいかどうかは別として。抗うその心意気、上等。なんか使った。命中アップ、こいつも遠距離攻撃持ってんのか。ただもう草タイプで固めてるから効かないです。うわ気象。まあ、あの水門の上に立ってるやつから処理しないといけないのかこれ。あんまりね、なんかマスキッパとか範囲攻撃と、あと遠距離攻撃のやつ威力が高くないから、さっきのヒヒダルマみたいなやつが一番いいんじゃない。あ、でも待って、そこ熱くね。これまとめて釣るのも、マスキッパ行かれてたけど、威力行かれてる行かれてる。100とか書いてあったけど、さっきしてやられたから。だからまだ終わらない。壊れとかそういうレベルじゃないの。だってこれ17だと、スイートの弱点なのに2人に当たって合計150とか。マスキッパゲー、マスキッパが輝けるゲーム来た、ようやくあまりにここで仲間になっていいやつの性能じゃなさそうなんですけど。答えを見つけたか。あ、違うそこそうなってんのね。ちょっとこっち閉じて、よしよしよし、おい、そっちも芝こうと一緒に。たまにね、なんかあれ、そうだよ、元地下って何使ってたっけ。あ、お前それか、並んでくれてる。たまにね、武将がいい相手も落とすから。前のデータだと落としたんですけど、本作落としてなくて。これが、いや強い、めって、これあれ、端っこの方が実は強いみたいな当たり。そんなことはないか単純にミジュマルがちょっと硬いだけか。よし、まあ、しれっと EV も殴ってよく。あー、ファイヤー強すぎて笑った、まあ、せっかくならアイテムを拾いつつ、金、まあ、どうせこのターン倒せないもんなこれ。あ、いや意外といけそう。電光石火、おい、なんか前回まで強かったのに相手急にマスキッパとかいう壊れが入ってきたせいで余裕シャクシャクになってる。おお、強い強い、おいち暴走した。ここまでか。え、3ターンで終わったけど、いいね、スムージースムージー。よし、これあれ進化しないのかな、クルミル。これがレベル換算だったら、あ、めっちゃスカウトできる。ただ超速壁だけいない。水タイプ、まあもう炎タイプ倒してるから問題ないんですけど、勝負は勝負、泉の国の城はくれてやる。いやー、まだ仲間にできないか。またこの後出てくるのかな。まあ、だってそもそも進化してねえもんな、こいつらのポケモン。うわ、ヒヤップうぜえ。ウパーかわいい、エポッチャもかわいい。よーし、じゃあ最初の3つの城は制覇したんですけど、
なんか泣いてる。あ、MKR 様、おめでとうございます。どうした？なんで？ MKR 様もご存知でしょう。すべての城を手にした者の前に現れる幻のポケモンの伝説。実は今、乱世は滅びようとしているのです。まあ時代とは滅びるものですからね。初めの国から遠く離れた北の方では、新章始まった。まあ今のでチュートリアル終了って感じでしょ。多くの城が一人の武将リーダーのものとなっていた信長じゃない？出た！こっちかな？その名は信長。信長は言った。すべての城を手に入れて乱世を滅ぼす。こいつが滅ぼそうとしてんのか。信長、乱世を滅ぼすため、やっぱりじゃあ、お市ちゃんは妹として、それを止める立場の役割なのかな。それで幻のポケモンの力を使おうとしている。まあでも、ゼクロムはやっぱね、N のものですから、お前は黒いレッグだ、使っとけよ。拳、紫電、さなぎ、え、格闘、雷、虫かな？彼らが仲間となってくれれば心強い。誰だろう？拳当てていいか？拳は、島津義弘。これ島津です、拳。虫って誰だ？虫っぽい武将なんていねえぞ。失礼だろ、虫。てか、このセーブ中のイーブかわいい。あ、雷あれじゃない？竹千代じゃない？竹千代じゃない？なんだっけあいつ？銀千代じゃなくて。うわ、もう覚えてねえ。なんか雷落とす女いたんだよ、雷落とす女。あいつの名前が思い出すね。え、待って、本当に島津だね、これ。ガチで島津やん。どてっこつ持っとる。うわ、これ今の世代だったらデカルちゃんだろうな。島津義弘デカルちゃん使ってたらおもれえのにな。てか強っ、こいつら。バカ強えやん、戦力。拳がそいつで、で、紫電が。あ、そう、銀千代、銀千代。え、これ何銀千代だっけ。え、しかも、あれいない？あれ、銀千代のさ、なんて名前だっけ、雷神と風神と言ったじゃん。宗隆みたいな。バサラだと、本田忠勝ぐらい強いやつ。こんなイケメンなの。てか、いたな、確か。無双、俺、戦国無双2か3ぐらいまでしかやってないんですけど、あいつが、無双オロチにいたような気がする。で？ははははは。まあ確かにお前なら許されるか。サナギ虫タイプお前なら許されるわ。あ、見て、フォレトスの石像みたいなのいいね。すごいな、本当に絵が全部綺麗だ。てか銀千代コリンクなのもいいな。どっから攻めよう。でも炎タイプ持ってるからどう考えてもサナギだよね、行くの。でもサナギ行ったところでこいつ仲間にしても他の軍に有利にならないっていうバグが発生してる。銀千代行こうかな。てかあれか、これ銀千代行かないと虫行けねえじゃん、距離的に。そういうもんだよね、ルート開拓されてねえもんな。なので、まあ、まずメンツを一回どうするかだな。これ移動で人影とダルマッカ持ってこうかな。こういった強いんで、まあ、ダルマッカとマスキッパは今の俺のエース、相当エース。今度は手強い相手ばかり。特に拳は格闘ポケモンの多い国。EV やプリン、ああ、まあ確かに。お市と主人公が使えないって考えたら。こちらに攻め込んでくる。城を守る武将がいなくては。城を、ここに配置しといた方がいいのか、じゃあ。あ、でもどっちも攻められる可能性あるのか。攻められる前に潰すか？先に行って。いや、まず、ちょっと移動。まあ、マスク。キッパ、プリン、これでも3人でいいかな、移動すんの。こんなモンメントクルミで残してて守れるのか、あいつらが攻めてきた時。ちょっとじゃあこいつらだけ移動させて、で新たに仲間に加わった誰が強いんだろう、これ。まあ1体ぐらい水タイプ欲しい。あ、待って、これウパーを連れてって、でこれで銀地用のとこ行けばいいんじゃない。これ行っちゃうか、もう先に戦挑むわ。行こう、倒せるかな。自然は雷の多い国、ポケモンが電気タイプも多め、水や飛行タイプでは難しい。ちゃんとこれあれ無効化してくれるのかな。
ウーパー結構バランスいいパーティーだと思うんですけど、これ草タイプもいるし、ダルマッカ強いし、負けられねえ覚悟決めて突っ込むぜ。よし、あのイケメンが仲間にしたい。あいつ仲間になったら、だってさ飛行タイプだからムックルでね。うわー俺こいつ好きだったな。好きだったけどあんま強くなかったんだよな確か。雷使いのくせにね、範囲なんかしょぼいみたいな。うん、どれほどのものかと思えば我がコリンクの敵ではないな。コリンクごときで生きがってるの愛おしいなこいつ。あ、そうだ、ムネシゲ、ムネシゲ何がおかしい、ガキだな。え、ムネシゲかっこよ。戦もせずに武将を語るとはよかろう。先ほどの言葉の意味、戦場にて知るがよい。こいつら両方とも仲間にしたいね。だってレントラーとムクホークってかっこよすぎない、こいつらが進化させて使ってんの。あ、戦力全然こっちの方が勝ってるわ。うわー、ビリビリビリしてる。行くぜ。マスキッパだって HP は高くねえんだよな。うわー、コリンク欲しい。これピチューいる。ピチュピチュピチュ、電気タイプ欲しいの多いな。我が一族は乱世に合わせた電気ポケモン使いの一族。ちょっと待って、俺銀千代のあれが名字が思い出せなさすぎて調べたいめちゃくちゃな印象に残る名前してるはずなのに、こいつさすがに小学校の頃の記憶が。あ、待てよ、なんか左にありますねこれ。左にあるのもマスキッパで組みに行きたい。これウパーちゃんと地面タイプの技覚えて、いや覚えてないな、多分水タイプの技だな今覚えて。耐性だけはあると思うんですけど。銀千代軍が、俺はその間に銀千代の名前を調べる。ムードメーカー、いいスキル持ってる。これでどうでしょうか。みんななんかスキルが普通のあれと違って面白いですね、ポケモンと違って。うわ入ってる。ヒトカゲたちで、まあ多分ムックルはいけると思うので、こっち側を、あ、踏んだ、踏んだらどうなんのそれ。うわ、え、やばいことしてる。どういうギミック。え、じゃあこれ踏んだらどうなの、これ踏んで どうする。俺側に雷降ってきた。うわ、なんか浮いてるからか踏めねえクソすぎる冬のダメなとこ出た冬のいいところと悪いところ両方出た。ガンガン詰めてみるか。詰めれるだけ詰めて、ちょっと待ってよ。あ、ナイスやけど、ダルマッカちゃんと、まあ、一応こっちの方が人数多いからウッパーこっち行って、銀千代軍ムードメーカー、これ毎回発動すんの。ちなみにテンションって何が変わるのか分かってないんだよ。放てスパーク、麻痺系か、弱い、自ら自分が下に立つ。電光石火、飛行技じゃないんかいお前、風神のくせに飛行タイプ使いじゃない。電気ショックは範囲攻撃、よかった。あいつはあそこでずっとスイッチ押される方がきつかったわ。 EV が集中砲火受けてる。みんな遠距離攻撃持ってんの。押しに行ってる。逆に俺が押せばいいのではこれ。届かない。早く最強のマスキッパを戦場に向かわせないと一旦無駄にしたから。俺殴れこの悪魔の顔、プリンのアヘガ往復便だ。ここで、あ、いや待てよ、ウーパーここ届くから多分ここにまずウーパー行ってもらって。弱えめちゃくそ弱え。意外といけそうですね、こっちの方が数多いし。さあ火の粉で宗茂はやれる。はい、火炎車でとどめはさせないけど、次の、あ、ナイス急所、仲間になれ。ここで止められるとは。早期撃墜ボーナスで仲間になれ。ジャミング、あ、命中弾うざい。えっとムードメーカー強いって、ピチューのそれ強い。スパーク直立、なんだ、うわ、なんかテクいことしてるこいつ、テクいことしてるけど、なにやりたい放題なんだけど。これあれだな、集ってたらやばいな。
電気ショック。しかも威力高いし、意外と。あ、やばいやばいやばい。危ねえ。私の作戦、お見せいたしましょう。繁盛みたいなキャラクターいるけど。これは、普通に火力高くて。俺の力は見ろ。地面タイプ対策で、ちゃんと水タイプ相手に入ってんの、エロいな。なんか相手動きすぎじゃね？本気出してきた、急に。電気タイプシステムは。あ？危ない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 。痛い！まあ、今、マスキッパ強いわ、やっぱ。マスキッパだからこの程度で済んでる。違う違う、これ命中力上げとくか。目力！しっかりと命中力を上げていって、これで、二人まとめて、アタック！強すぎる！強すぎる。でこのメリープを一回芝居とかこっちは。え、待って、命中力本当にめっちゃ下がってるやん。ただ一回当たってしまえば関係ない。4回どっちの方がいい？これ、いや、先にヒヤップ削るか。ヒヤップの方が厄介だこれ。で、こいつは今一つだけど立ち向かう。やけど狙いで立ち向かう。で、特防と特攻っていう概念があんまなさそうなんだよね、このゲーム。だから、やけどしてしまったら特殊攻撃もちゃんと半減してそう。傷薬。こいつは、こっから届く。弱い。実はヒヤップが一番強いのか、これ。もう相手無理でしょう、これ。ジャミング。3対6だぜ。さっきのターンちょっと焦ったけど、いろいろ一気に使ってきて。さあ、そしたら、そこで動かなかったらマスキッパの、あ、直立来た。痛くない。立花銀千代だ。必死にずっと調べてた。そうだ、立花だ。立花銀千代ってマジかっこよすぎん、名前。立花銀千代って、あ、なんか待って、麻痺ってるやん。ちょっと待って、これ直立になってるから、お前の武将技何？お前も目力かよ。目力いらねえんだよ、これ弱えから。はい、直立に水鉄砲を、あ、目力しとけよかった。くそ、動けねえ。あ？なんで？あ、オッケー。セイ！やったー！まあ、こっちかな。どりゃー！ガロンドルフからの、さすがにいけねえかな。あ、ナイス急所。キヒダルマできる。なんで全員の毒と麻痺を。あ、待って待って、なんか神の持ってるやん、お前。名前も知らないジジイ、めっちゃ神スキル持ってるやん。あれ、こいつ何、技はもしかして一列離れてないと無理なの？助走っていいスキルと見せかけて、こういう相手と超近くにいるときは無理なんだ。しまったな、あの麻痺直してからマスキッパで行動してたら殴れたのに。やめてー。あー、誰ばっかー。死んだこれ。え、もう二度と蘇らない。しかもなんか火傷あれって言ったけどさ、普通になんか半減してなくね、威力。全然痛かったけど。ショック、やばい。死ん、危ねえ。焼け死んでくれた。怖い怖い怖い、これ。ま、適当なのかな、これ。降ってくるっつって。完全ランダムなのか。よし。さあ、これでマスキッパ圏内には入っているはず。いけー。あ、待って、130入るやついる。ミスった。ごめん、やっぱ。やっぱトラウマ思い出したな、ごめんな。あ、あれ、うっかりしてたな。違う、ごめん、俺 うっかりしてたの俺なんだよ。フレンドリーファイヤーがあること忘れてた。ひどいな、今。明確な殺意で殺しまった。オーライ、結構リンクが遅れよ、トロートは。なんでお前のそのコリンクに対する絶対的な信頼は何なんだ。まだコリンクだぞ、お前って。レントラなら分かるけど、にしてもマスキッパ強えな、本当に。誰が仲間になるんだい？おーい。全然仲間にならんやん。
まあ、ピチュームード強そうだったし全然ありなんですけど、電気タイプがな現状いらないっていう。試練の城は好きにすればいい。いいのか。構わぬ、我らは一族の名に恥じぬ戦いをした。橘銀蝶とかも本当にいた人なのか怪しいですよね。まあ、本当にいた人なんだろうけど、なんかゲームで女性にされて、あーかわいい、このピチューは、このピチューはやばいわ。こんなん仲間にするでしょ。上運でも上運いらないわ。上運、上運のピチューってだけでブランド下がるもん。俺のピチューがいいよ、俺のピチュー。これちょっと待って、思った以上にウパーが弱え、あまりにもウパーが弱え。まあ、いや、一旦吉本滅ぼすかこれ。吉本軍だるまと一声で滅ぼすわ。まさか一人で全て取り仕切るつもりではあるまい。お前らなんか文句言うなら手伝ってくれよ、毎回ぐちぐち言いやがって。武将は戦をするだけじゃない、リーダーのいない国で何をやるかは仲間の武将に任せることもできる。当然やられるんだったら訓練だろう。おー、探索発展、うわなんかいろいろ出てきたぞ。そういうのもあるのか。そしたらちょっとじゃあこの辺を、まあ、いやとりあえずお任せにしてみるか。よくわかんないから、どうしますか。訓練、探索、発展、え、武将やポケモンを仲間にする、熱くね。まずそれじゃね、探索。他はここか、ここもお任せで探索しといてもらえますか。よし、まあ、こんな感じで進めていくのね。はいはいはい。じゃあ次はちょっとサナギの軍を攻めるために炎タイプをもらってきますか、他の国から。あ、刑事来た。どうだいこの国は。この辺りは初めからも遠く初めて見るポケモンもいますね。なんかリンクしてパートナー、お、出た。ですが私たちにはイーブーやプリンが。あんたらはそれでいいだろうか、他のやつはどうだい。あれ、ああ俺たちは帰れないんだやっぱり。つまりベストリンクのポケモンを連れてるわけじゃねえってこと。そうなのですか。パートナーをどれだけ持ってるかはそいつの器次第。ベストリンク、この国にいるんですか。なんか最も相性がいいポケモンみたいな。あ、待って、あれ、あれいいじゃん、ウォーグルじゃなくてお前の名前はさ、あ、ワシボンだ。ワシボンいるじゃん。この国で試せって言ったから、え、ここでいいんですよね。行こう。なんか全然ベストリンクっぽいマークついてないけど、行ってみないと分かんないって感じ。何このジャンプ台みたいな。主人公たちも変えられるんだったらね、変えたいですけど。野生のポケモンがいます。武将と相性がいい野生のポケモンには頭の上に銅や銀のマークが表示される。特に金はとても相性がいいポケモンです。はあ、じゃあいないってことこれ。あ、いや、いるやん。え、あ、リンクってある、できるじゃん。なんだなんだなんだ、気持ちの光が流れてくる。おお、はいはいはい、あ、リズム系だ。え、じゃあ主人公変えられるんですね。はい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 。じゃあ待って、意外と早いなお前、意外と早い。おい、ちょっと若干キャップ帽越しだときついところあるんですけど、ぐっと近づいた。うわー悩むな。イーブイ進化できるんだったら別にこのままでもいいけど、青の恵みだって、え、青の恵みレアアイテムじゃねこれ。か確かレアアイテムだった気がする。緑の恵みがレアアイテムだったんで、ジャンプ台乗ったら、なるほど、大丈夫これフルボッコにされるか。いや、ムードメーカーは強いし、まあ、言うてイーブイのチャカリキも強いんだよな。だノーマルタイプっていうのが弱い、単純に弱点つけないから。技弱え。でもすっごい移動したけどこいつ強い。いや、ゼガヒでも仲間にしたいなこれ。まあでもこれ仲間にするって言ってもあれですよね、銀色なんで金色のやつ以外は捕まえなくていい。一
人によって違うわ。人によって違うけど、まあ、とりあえずはこの武将優先で仲間にしていきますか。さあこれでワシボン仲間になるかどうか。ああいけたかな。なんかこの乾杯ですみたいなのが出たらいけるイメージあるんですけど。でシャカリキでもう一回行動。やっぱり人影がまひってるから、あの状態異常直すやつ使えばよか。あ、いやマスキッパでマジで冬便利。まとめてしばける。そんなにマスキッパ&ツルノムチが強いゲーム今までのポケモンであっただろうか。やばい、好きになりそう本作で。マスキッパ、あースカウト気になった。なるほどな。これさ、え、リンクポケモン、リンクポケモン他に例えばじゃあさ、マスキッパとかがさ野生で落ちてたら草タイプのやつ全員マスキッパにすればいいんじゃないの。それ答えなんじゃないのか、序盤のマスキッパゲーミング。こっちに送っていって虫タイプのところやりますか。じゃあさあ、ではさなぎの国今川軍ね、ぶっ潰していきたいと思うんですけど、毛は、あ、そういうことか。うわー、これ確かに当てようと思えば当てれたのか。いや無理だな、無理だよさすがに。そういうことか。いつ見てもくぬぎ玉はかわゆいの。いや似合ってんな。でも今川義元こういうポケモンいそうだけどね。お前やばいな、ポケモンよりもよっぽどポケモンしてんな。こたびあの MQR が相手でございます。でもこいつ織田信長を最も追い詰めた男なんじゃないの。義元様、戦場で共にポケマローのポケマリ。あいつサナギラスどうしよう、自爆とかしてきたら。さすがにそんなことしない。なんだこれ、まあ、割となんか真っ平らなステージには見えるけど、もう虫タイプなんてね、もう俺知り尽くしてるから。俺が真の虫タイプエキスパートだよ。戦は楽しいの？の？うわー、しかもなんか玉ざらししれっと混ざってんのかわいい。欲しい玉ざらし。炎タイプメタか。炎タイプメタでもあり飛行タイプメタでもあるっていう素晴らしい人生。さあ始めるの？おっと？なんじゃ？何あれ？いやこれ爆弾じゃないよね。なんか爆弾に見えるんだけど。初見殺し多いからなこのゲーム。なんか最大の敵はステージギミックみたいな、そういうとこある。よし、そしたらこっち側3人と、でもなんかこっち強えな。右3人強いけど右に吉持ってるからいいか。まさすがにいくらなんでも虫タイプのあれにマスキッパーはきついか。玉ざらしだけ処理してくれれば。逆に玉ざらしに処理される可能性があるからこっち。待って、吉本次のターン殺せそうじゃね。もうダンディーなおっさんいる。毒針、うわ、範囲攻撃弱い。あ、でも毒だ。これはいかがですかな。移動を持ってる。なになになに、え、なんか主人公の強化版みたいなスキル持ってこなー。雪痛すぎて心まで、え、邪魔くせえこの玉ざらし。玉ざらし邪魔で、なんか後ろ、え、うわこれ飛び越えれんの強お前。飛び越えたことによってもうあれ来れないじゃん。玉ざらしこっち来れなくなったやん。なんだエチアーマー、いた、お前行きな。まあとりあえずまずマスキッパに。玉ざらし硬えな、弱点なのに100ぐらい入ってた。お、なんだなんだ。最強ムーブしちゃった。あ、そうなってるんだ。すげえ強いムーブしちゃった俺。じゃあ敵に利用される前に利用するっていう。おいってなったらもうこっから先はボコボコのボコか。このうぜえマリもどっかどかしとくか。俺ら端の端まで行くわ。さあこれでまとどめはさせないが、次シャカリキ圏内入ってるんで、また降ってくる。これ今までのギミックの中で一番ありがてえよ。うわっ、脱走した。なんか、え、普通に味方の上歩いてたけど、歩けんのこれ味方の上。不死で貫通したけど、なんで、あ、やばい、死ぬこっち側みんな。壊滅する。
通に敵のレベルが高え。一回もこっち育成してねえもんな。でも左側は絶対大丈夫で、プリンの技使うか。プリンでか、おいちのスキルをここで使うのがいい気がする。さっさと蹴りをつけちまおうぜマスキッパー。どうした俺たちがぶっ飛ばしたらなんとかなるんだろ。何、自分をなんかメインキャラかなんかと勘違いしてた今。タカがモブが、お前じゃねえからな。強いのはマスキッパーだけだから。マスキッパーはメインキャラだけど、お前、あ、待て、熱いこれ。待てよ、そんなことしなくても。左までお前死ぬのでは。あー死なねえ、意外と勝て。はい、助走でおるわ。エッジアーマーうぜえな。あ、やけど。でさらにこっち側にダメージを飛ばしつつ、やっぱ4倍と4分の1あるなこのゲーム、しっかりと。でプリンオブザービンタを炸裂させて、ちょっとマスキッパー巻き込んじゃうけど死んだ。ノノノノ、お前が用意した蹴鞠だぞこれ。こんな悪ふざけみたいなステージ作るのが悪いだろ、ね、さあやばい、うまくね俺で。これでシャカリキでアイテム取りつつ前行って、で人影が今まで詰まってて行動できなかったけど、さらに前に行ける。あ、しかもこいつ草の毛側じゃない。はいはいはい、46、素晴らしい。89、急所いただき。残りは、残りタマちゃんと不思議だけがいける。タマザラシ以外が大したことなさすぎる。痛くない、取られた、やばいか。いやマスキッパ強え。今回もう最初から最後までマスキッパ強いしかいけないかもしれない。あ、間違えた間違えた、なんで意味がわからん。どう間違えたらそうなるんっていうミスしてる。まずこいつ殺す。で、次のターンもでも耐えるよ。な、なに、あ、毒の時が根性的な何かが発動してるのか。まあ一応弾ずらし、あれか、弾で死ぬ。卵ときで死なん。これ14ぐらいしか書いてなかったもん。えい、ほら惜しい。まあこれでいいでしょう。まあ、アイテム取りたかったし、これあそこのアイテム取ってからやりたかったし。プラマイプラです。これで残りターン1とかだったら、あ、取られたアイテム。まあスキッパくんね、強いね。やっぱマスキッパなんだよな。マスキッパの進化なんだっけ、あ、改造ポケモンにいたんだよな、マスキッパの進化。アルデッパみたいな、あいつ思い出したわ、なんかこの強さ。よし、でこのままいけるかどうかですね、このノリで格闘タイプのところも。なんか今の弱点ついてついてのこのダメージを見るに、おお、めっちゃスカウトできるようになった。え、しかも金リンク持ってるやついるやん。玉ざらしありがたいの か、格闘タイプのところにこれ虫でいけってこと、半減だから。でも虫も虫で弱えんだよな、もはやさなぎの国のリーダーではない。のはあ、なんなんだこいつ。あ、一生武将の仲間になんねんだけど、 いつまでこの俺モブたちと一緒に。え、不思議、あ、玉ざらしのあれやばすぎる。なんじゃこりゃ、こんなジジイに使われてんのかわいそうなぐらい。しかも不死でかっこいいし、こいつゴールデンリンクだな。え、1枚絵、全然今の時代でも全然通じるぐらいの、なんだ今の時代よりいいぞ1枚絵の質。まあじゃあこの辺はこっちに配置しておきますか。なんかお任せでさ、あれしてるんだけど全然発掘してくれない、新しいポケモンも武将も。あいつらだけじゃ弱くてできないのかな、違うところ。お任せ、よし、これにじゃあ行って行ってみようかな。拳なんか意外といけそうな気がするんですけど。でんでー、MKR 様にお会いしたいというご老人が
ご老人いや誰だろう、ご老人、そんなジジイキャラいたっけな。島津ではないでしょこれ。一体誰だ。俺甲冑とかなんか三国無双とかだよ。博士あ、これ博士。うわ、なんか歴代ポケモン博士とかの中に絶対こいつ属してないもんな。本当に見たことないもんこんなやつ。武将様方に教えたくて、年寄りの暇つぶしに付き合うつもりで聞いてくだされ。能力技ランク、能力攻撃防御素早さ、あ、やっぱ特攻と特防ないんだ。当たりやすさと避けやすさもあるのね。で、技ランクがランク稲妻イレブン的な感じ。おまけの効果がつきやすくなったりする。はあ、あれで、リンク 100% が最大と。よし、あ、それ以外の情報は何もないんだ。博士の役目あれだけなの悲しすぎない。よし、何も考えず突っ張ろう。いけー、格闘ポケモンの多い拳、イブやプリンなど。あー、そっか、プリンフェアリータイプになってくれよお前。こちらには飛行やエスパータイプがいればいいのですが、っていないんだもん、だってそんなの、そんなのいないんですもん。さすがにナメプかこれ。いくらなんでもナメプか。しかもあれなんだよな、ワシモンがノーマルも混ざってるから全然格闘当倍っていう。うわ、かっけえ、ヨシヒロ、お主を待っておったのよ。俺宮本武蔵も超好きだったんだけど、宮本武蔵いないのかな。攻め込んだところで面白くはあるまい。北の方は何やら気な臭いがまだまだ遠い。そこへお主が現れたというわけよ。こいつもな、なんか島津も強キャラなイメージありますよね、本田忠勝とかと一緒で。鬼の島津、なんかこいつに触れたらみんな死ぬみたいなのあったんだよな、戦国武将のイベントで。だからそれで怖いイメージがある。はい、ドテッコスだろう。まあ移動速度とかはあんまないでしょ、相手パワーがどれぐらいヤバいか。今までの中で一番似合ってるかもしれない。島津がローブシーンは最低。旗はリングの縁にある。この意味わかるか。まあこれも博打よ。スマブラってこと？これスマブラ始まった？え、落ちたらどっから上がってくるのこれ。落ちれるけど上がれないってやつか。ってなったら飛行タイプ組が縦横無尽に行くんじゃないこれ。待って、あの隣にゴングみたいなのある。あのゴングなんだ。ステージギミックをさっきみたいに自分が有利になるように発動。いや、まあまあまあ、一旦中央に集まるか。 EV とかに機動力あるやつ中央に集中してんのやばい。せめてこいつらは壁になってほしい。他の弱点つけるやつが殴ってる時の壁役。そして案の定相手の移動力が全くない。でも陣地合戦ね、だいぶ沼なんだよな。よし、上がれる。まあ、一旦陣地取っとくか、とりあえずね。うわ、ここの陣地取りてえけどな。ちょっと待てよこれさ。いや、ちょっと待てよ。え？え、これ陣地先に全部取ったらどうなんのこれ。全速力でこれ取れるでしょう。まあでも次のターンで殺されてワンリキーがあそこ届いたら取り返されちゃうか。うわー、もう一個あの旗取れたらな。え、でもドテッコツ視点は EV のとこ来れないんじゃないこれ。なんとしてでも旗取らないといけないから。押されておるか。まずは満足、こうでなくては博打にならん。これもこいつの戦略ってこと。誰もだってあのゴングの方行かねえもんな。ケタグリ、え、落とされた。痛いし、しかもめちゃくちゃ。うわ、そうは問屋が下ろさない。まずい。あのドテッカ、まあ、でもドテッカあそこから動けないって考えたらアドか。うわー、これマスキッパーこっちでこう投げとくか。一番強いドテッコツが殴ってこれなくて、でこれイーブ上がれないでしょ、上多分上がれないし、下から技が打てないと。お前は機動力あるから戻ってこれる。
意外と弱点食らっても割りかし耐えたんで 50。 いや待って、ワシボン強いぞお前。お前の武将スキルは、違う、ワシボンオブザー武将スキル移動アップさらにひるませる、とんでもないこと書いてある。こいつとてつもないこと書いてあって、ここは火の粉とあれでヤナップを落としに行くか。あ、ケタグリの効果とかじゃなくて、こんなに殴ったら飛んでくのこれ。え、つまりつまりお前そっからどけよ。じゃあ戻ってこれねえんじゃないか、もうお前足なさすぎてなあ。戻ってこれるかお前、だいぶ怪しいけど。でこれで取り返してしまったな。じゃあ違ったな戦い方。武将スキル使ってみるか。ひるませるって何、ひるませる確率が上がるのか、それともなんかもう本当に確定でひるませるみたいなノリなのか。確定でひるませるだったら強すぎる。ひるまない、シヒロ戻ってこれないぞこれ多分あれ、おい俺も陣地取れるぞこれ、あいつを戦わずして勝てる。圧倒的に相手の軍のが強そうなのに戦力で、これ落とされるが、ワシボンだったら上がってこれるから、イーブ殴られる、関係ない、取るけど、ま、次で落とせるから勝ったのでは。これ勝ちでは、これマスキンパでこれ全員落とせないの、おらマスキンパゲーじゃねえかよやっぱり。あれ勝ちになんない、え、なんで、え、勝ちになんないのこれ。あ、そういうゲームじゃないの、なんか毛利元就やった時これで勝ちだったんだけど、全部取ったら相手殺さずして勝ちだったんだけど、なんだよお前。まあ圧倒的有利ではあるけど上行けば相手の技当たんねえし、飛んでるやつ正義だ、移動距離もあるし。でここでイーブイが全てを止めてくれる、ヤナップが邪魔してくれてることによって他の格闘タイプの攻撃受けない。来た来た来た、ドテッコツ来てるよ、ほらほら這い上がってこいよお前らいい壁、草タイプ、お前そんな闘媒同士の対決だったら負けねえから。あと5ターン守り抜かないといけないな、5ターン守り抜け、とりあえずここは戦っとくか、削れるうちに削っとこう。どんぐらい強いんだろうドテコット。プリンシールド、もう後ろから襲撃しねえかこれ、あいや降りれねえ、あ待てよこれさ、マスキッパに飛ばしてもらおうかほら飛んでこっから火の粉で殺しに行くっていう、おテクいことしてない俺、だいぶテクいことしてる、うまい、ポケモンの野望うまいかもしんない俺。でこれでアイテム取って腕力、さっきのダメージ見るに次腕力に殺されそうだな。人影圏内入れてくれるならそれでいいけど、でまあダルマックももうここにいなくていいでしょう。どうしようワシもワンパンされたら、空手チョップでも段差下だから耐えそうじゃね。あオッケーギリ耐える、マクチと行こうか、攻撃アップした、目覚ましビンタ痛え思ってた 1.5 倍ぐらい痛かった。いやもう旗なんて守り抜かないですよ、でもこのまま勝ちに行くから、旗を全部取った上で相手も全員殺すから、うめえもん戦い方が、だって戦い方がうめえんだ、もうなんならこのアイテムを取りに行く余裕すらある、こっちの全然アイテム取るわ、今こっちにいる戦力だけでどうにかできる、ワシボンを、まあ、死んでもいいから最悪死んでもよくて、これって真ん中にいないときは落とせないのかな、さすがに落とせないか、で
だるま。プリンは近くにいるだけで、歌を確定じゃなくて確率で発動してくれるんで、それを発動させるだけででかい。よってここにいればいい。どんぐらいの確率なんだろう。なんかあんま出ねえんだよ。奥の手見せてやる。うわ、暴挙上がった。嘘。これでワシボンがやられて、ナイス。オッケー。うわー、傷薬使ってくる。いや、ここ今ワシモン避けたのクソでかくね。まワシモン避けてなかったらプリンしばかれてたけど。あ、ナイス。だって鼻だ。きゃ、これこれこれ。しかも取ってこないでいく。力のミサンガだって。良さげなアイテムゲットしてってなったら、あいつが寝てるうちにまずはこっちしょるか。みんなで、みんなで一生懸命しょりましょうのターン。急所。これ助走がないと攻撃できないので、しょうがないからドテコつなげてみましょう。勝てー。防御アップのせいで勝てー。起きれな。オッケー。鼻歌が一番の壊れスキルな気がする。ケタグリ、なんかケタグリってやっぱぶっ飛ばす系の技か。あそことか関係ないんだ。まあ、こっちは移動しなくても勝ちですけど、アイテムを集めたい。待てよ、このターンで、まあ、ドテッコツから先に全員で殴ればいけるかも。でマスキッパでちょっと若干プリンしばきつつ、まあ、フレンドリーファイヤーあるの面白いですね、このゲーム。はい、で距離を詰めれば人影分のスペースが1個空くんで、ギリ届かないか。なんか雑魚のくせに勝てえなこいつ。一丁前に勝てえな。なんかうまいことハマってるから有利に進められてたけど、このメンツでも普通に最初の流れ悪かったの、突き落としの流れ悪かったらなんとか守りきって勝つみたいな耐久戦になってそう。これ守りのミサンガ、まあ、こっちで。え、鼻歌でかすぎない？これ鼻歌なかったら俺 2,3 体死んでるよね。もう毎ターンドテッコツに殺されてってるよね。じゃあでもまだ全然勝てんだよな、ね、これ。急所、ここで急所を決めていく。さてこれでオーライ、あのアイテムを取りながらとどめを刺して、オーライ、完璧オブタクティクス。これにはさすがの MKR もなんでもないです。下ネタを言おうとしたけど、もう俺決めたんだ、下ネタ言わないって。これからは綺麗にやってくって決めたんだ。あー、まあ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 いいでしょう。ワンリキーも欲しかったとこだけど、でもこいつらのさ、ドテッコツもらったところで、だったらいつか仲間になりそうなこのヨシヒロを使いたい。この戦我らの負けよ。何、負けるのも戦の味というもの。負けを知らないよ、勝ちの喜びはあるまい。なんねえな。こっち側はなんか島津銀千代今川っていう、なんていうの、孤立した軍、どっかの軍に属してないみたいな、そういうやつらが多いから、最初の方は、まあ、宮本武蔵来そうだなって考えたら、え、剣士って何？カモネギとかさすがに弱すぎるから、剣士キャラってなんだ。今だったらね、宮本武蔵絶対ソーブレーズとかね使いそうだけど、剣士キャラあんま想像つかんない。なんかかっこいいやつ持っててほしいですけどね。おお、来た、進化だ。すごいすごいすごい、やっぱレベルっぽいな、あれかっけー。いやマジでグラフィックが良すぎて、全部躍動感あるんだよな。タカトラの人影がリザードになった。何レベルで進化したこいつ。24ぐらいか。リンク率おめでとうございます。ついに7つの国のリーダーとなりました。てか早くね、進み方。これで全部で17個って言ってたよね。今ランスで何が起こっているのか。
その頃、乱世の北から軍を進めてきた信長は、あ、やばい、俺よりも手に入れてる。てか、俺、そんな信長と、ため張るほど頑張ってたんだ。第一の国、グラードンね。そして、剣心の守る玄武の国。こいつエスパーなのちょっと解釈不一致なんだよな。氷だよな。炎と氷ってイメージあるから、信玄とあれは。あ、でも武田信玄、グラードンはまあまあまあ。全然ありだけど。信長ですら恐れる存在だった。せめて海洋画だよな。ミュウツーは意味わかんないな。もし奴らが信長についたら、え、それやばくね、なの絶対勝てっこねえし、皆まで言わせる気か、ならば言ってやろう。やめきやろ、お前が信玄謙信を従えろか。あー、従えるの、ついに。そこが一番最初の仲間なの。はい、ということで、まあ、とりあえず今日パート2はここで終わっておきましょうかね。結構進みましたね。で、今こんだけやってまだ新しい仲間が増えないっていう残念な感じなんですけど、なんかいねえかな。もういける。おお、ドサイドン持って、待って、バカ強えんだけど。おい、こう勝てるわけないんだけど。強すぎじゃない。しかもあれいるじゃん、くのいちまでいる。真田幸村とくのいち、てかくのいちズルック、くのいちズルックはちょっと違くないか、いくらなんでも。それ違うな。で、真田幸村ポカブなんだ。お前ポカブか、うん、それちょっと違うわ。もうちょっとスマート系のやつだな。まだ馬車ものが似合うわ。武田信玄はいきなりグラードンを出してこないと思ったけど、ドサイドンなんだね。ってことは、待って、上杉謙信の方ってまず誰がいるんだ。かな、あの、直江兼続でしょ。上杉謙信なんだろうな、トドゼルガとかかな。あ、てかそうだ、エスパータイプだ、こいつ。エルレイド、キルリア、クマシュ。てか誰だ、あれ。なんか、いや、名前全く覚えてないけど、なんかいたな、女一人。なるほど。エルレイド。まあ、こっちの方が弱いか。虫タイプ集めていくしかない。お、え、ちょっと待ってよ、なんか今さ金色の人がいるんだけど、これ何、金人間いる。おーっと、ついにだけど、待って、こんなメンツじゃ勝てるわけなくて、緊急事態、ちょっと待って、それやってから終わらせるか。至急向かいます。至急皆で向かいます。竹千代仲間になりそうだけど、仲間できんのかな。これ弱点つけないんだけど、電気タイプだから。地面いない、最速でぶち殺すしかないか。竹千代コリンク欲しい欲しい欲しい。一発で仲間にしたい。こんな感じで出てくるのか。なるほどね。あー、いいね、リザードに進化してる。ちょっといかに早く倒すかだから、これスキル使って、まあ、言うてね、コリンクなんで、ただのいけるとは思うんですけど、周りのバチュル邪魔だな。誰が金リンクになるかどうかもちょっと見つつ、これあれかな、ワシモン殺されちゃうかな。周りの雑魚を散らしたい。リザードかな、ちょっと進化した分火力強いだろうから前目に生かしたいけど、意外と HP 高えな、バチュルたち。こっち側来た、スパーク。この直列使いやすそうでいいよね。うわ、待って、プリンそこでまひんのマジで邪魔。邪魔すぎて笑えないぐらい邪魔だ、お前それ。いてえいてえいてえいて。待って、プリンロックされた。え、信じれん。プリンオブザロック。まず、これスキル使って、奇襲。
奇襲であいつ昼ませに行くか。まあ、今一つにはなっちゃうけど、高台取って翼ひるまない。これ邪魔だな。これ誰かなかったっけ、なんか、ま、状態異常直すみたいな。変化確率アップ。あーこいつ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 、いたよかった。こいつ直して、でこっからぶっ飛んで一旦ここどきたいよね。こっち側から飛んでもらうか。でお前は技使い、でこれで技届くはずだから。あれ変わってる技が。あれじゃなくなってる、火の粉じゃなくなってる。違う技に変化するんだこれ、進化したら。何炎の牙、ナイスやけど。ひるみ全引きしたけど。いやマスキッパ神かお前。ここ届くの神、急所ナイス神かお前。マスキッパのために作られてるゲームだこれ。マスキッパの野望じゃんこれ、ポケモンプラス。何のためにマスキッパって存在してたんだろうってずっと思ったけど、このために存在してたんだお前。今一番輝いてるポケモン界隈で、今一番輝いてるお前が。いじめないで、ワシボンをいじめないで。死ね、間に合ったかなこれ。ちょっと待って、周りの雑魚をついでに殺して。リザードンのあれかっこよすぎだろ。まあこれで、いや先にあいつも殺そう。133 入りすぎ。おい、これごめんなさい、なんでもないです技使おうとしたら待機押すあるある。はい、何をやっておられるの。こんなんじゃ仲間になってくれないよ。おら来い。おお、なったくせ。今のはなったくさいぞ。どんぐらい強いんだろう。しかもちゃんとポケモンが、あのポケモンダンジョンとかと違ってクリア後じゃないと進化できないとかがなくて、しっかり進化するということが把握できてるのがでかい。ちゃんとレントラーにできそう。よっしゃー。待って、 EV すげえ強くなってる。 EV 進化すんのかな。でもこのままいったらさ、何の石もないからブラッキーかエフィになっちゃいそうじゃない。ブラッキーとエフィさすがにいいよって感じなんだよな。ポケモンコロシアムとかでも出てるし。でもブラッキーに進化してくれたら上杉謙信のところ楽にいけるっていう、そういうあれ。おー仲間になった、銀チオ&コリンク。この時点で 33% リンクしてるんだけど強くね。もう 33%? 最初からそれは熱いぜ。私の力これからお前と共にやろう。だったらなんかあの相棒の宗茂さんも欲しいんですけど、いないのかな。飛行タイプ強いから欲しい。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じでね、もう大体全てを理解したと言っても過言ではないね。いやおもろ、ポケナがおもろすぎるんだけど。まあ、やっぱポケモンって神だわ。どんなゲームとコラボしても神になってしまう。まあ、冷静に考えてポケモンスリープとかいう寝るだけのアプリがあんだけ面白いんだから、それはもう全部ポケモンのブランドあれば面白いよ。はい、じゃあ次回はまあ信長の前にこの信玄たちを仲間にするところから始まると思うんですけど、それはね見てくだされた幸いです。じゃあまた明日動画の続きを上げると思うので楽しみに待っていてください。バイ。